村上義和11月10日から1974年1月20日は、官僚、政治家、実業家、日本通運や近畿日本鉄道の社長、日本民営鉄道協会顧問、日本交通公社会長などを務めた。滋賀県東浅井郡虎姫町出身。第三高等学校、東京帝国大学卒業。1912年に鉄道員に入り、その後1930年には南満州鉄道で理事となった。1937年に設立された鉄道省系の国営企業であった日本通運の副社長に1940年には社長に就任する。1946年1月に幣原内閣において運輸大臣に就任。同年6月5日には貴族院直選議員になった。1947年、近畿日本鉄道は公職追放により社長の種田虎男が職を追われることになった。このため、種田は同年代の同じ鉄道官僚出身である村上に後を任せることを決め、打診をした。村上は参議院議員の職務があるために、大阪市に本拠がある近鉄の社長になるのは難しいと断るものの、種田の再三の要請に負け、引き受けることにする。この時の村上の就任条件は、というものであった。このため、近鉄では、専務の佐伯勇と、玉木義之助が実務面を司ることにし、村上は社長とはいえ名前だけの存在という感が強かった。なお、当時、近鉄の前身である三宮急行電鉄元専務の井内彦四郎を社長に担ぎ出そうという動きもあったが、井内がこれを拒んだため実現はしなかった。1951年12月に佐伯に社長を譲り取締役も退任。直後に第3次吉田内閣第3次改造内閣にて運輸大臣に就任した。なお、前後するが1949年に日本国有鉄道が設立された際には同総裁の候補にもなっている。翌1952年に運輸大臣を外れると近鉄に相談役として復帰、1974年に亡くなるまで務めた。なお、逝去後に村上家寄りの満鉄関係記録が慶應義塾大学法学部に寄贈され、村上義和文書として慶應義塾大学三田図書館に所蔵されている。これは村上が理事在任中に職務上入手した文書類で満鉄の歴史を語る上でも重要な資料となっている。蔵が滋賀県長浜市の長浜城に、墓所は東京都の多摩霊園にある。ありがとうございます。